アメリカ海兵隊第26海兵衛征隊のアブ7、水陸療養者になぞらえてダックツアーと呼ぶ。1946年に米国のウィスコンシン州で最初のダックツアーが始まったとされる。日本では日本水陸観光が行うツアーの総称を表す。日本では日本水陸観光がトラックを改造したチャレンジャー号レジェンドレイ1号。 レジェンドレイ2号、レジェンドレイ3号、レジェンドレイ4号、レジェンドレイファイ5号、ガイア SP5 の7台を使用し、各地でダックツアーを行っている。また、ドイツの r m 衛星アンフレンジャー 2800SR の世界初の水陸両用タクシーも2台運行している。2007年9月からダックツアー代行が、ダックを改造したバスを使用し、メリケンパークを起点として、 神戸市内を周遊する定期観光ツアースプラッシュ神戸を運行していたが使用していた2台で事故や故障が相次いで発生したため2012年8月18日から運休しかし2019年より後継となる国産水陸両用バス大野見行雪が運行を開始した2011年から富士急山梨バスが山中湖で山中湖の丘場を運行している 東京と東部の内陸水路や東京湾岸などでは2013年から日の丸自動車工業がアメリカで新造した水陸両用バススカイダックによる観光ツアーを実施している2016年からは横浜港にもスカイダックを展開国産トラックをベースに隅田川造船が仮装した水陸両用バスも導入されている2017年11月からは 東京プリンスホテルなどがジャパンダックの協力を得てお台場から東京湾に入るツアーを実施している。お台場地区では富士急行グループの富士エクスプレスによる水陸両用観光バス東京の岡場も運行されている。2020年からは群馬県の八ッパダムにおいて八ッパニャが天豪がツアーを実施している。ありがとうございます。